こんにちは。スイス在住、またバックパーカーのベンネです。時給900円から月収135万円ってなんだって思われて、まあ、この動画を見ていただいている方もいらっしゃるかと思うんですけれども、これは実は私の話です。今日は私の経験談をもとに、全くスキルのない人がどのように収入を大きく変えていくことができるのかというところについてお話ししたいなと思います。こういう成功談を聞いたところで、この人は特別だったんだとか、私には結局できないとか、諦めてしまう人が大半なんですね。動画の後半では成功法則に不可欠なマインドセットについてお話しします。シンプルなんですけれども、自分の考え方に取り込むだけであなたの未来を変えてしまう可能性がある大切なことですので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。私はもともとバックパッカーとして世界を旅してたんですけれども、貯金を使い果たして帰ってきた後に近所の大学で教科書を販売するバイトをしてたんですね。でこれが時給900円でした。最初は正社員の仕事も探してみたんですけれども、社会人として働いた経験は3年未満で、まあ、キャリアもなく、話せるようになった英語も別に TOEIC などの資格とかもなかったので、それだともうどこも取り合ってくれませんでした。仕事を辞めて放浪の旅をしていた、まあ、スキルのない私ができる仕事といえば、まあ、事務職ぐらいで、でも求人を見てるとこう手取り12万円とかの世界だったんですよね。でフルタイムでこう働いてこれだけしかもらえないのかっていうふうに考えると、バイトの方がいいなって思いましたし、すでにその頃にこうインターネットで仕事をすることを視野に入れていたので、とりあえず食いつなぐためだけにバイトを始めたっていう感じでした。でそして月収135万円というのは今年に入ってからですね。でスイス移住後に達成した最高月収です。で物販では月50万円ぐらいの利益をこう安定的に出しているんですけれども、スイス移住をきっかけに物販は全て外注化したため、こう自分の時間がたくさんできました。それでこの YouTube も始めましたし、情報発信の新しい分野についても学び始め、スイスにいるからこそこうできる事業というのも考えるようになりました。で YouTube はおかげさまでチャンネル登録者数が1000人を超えたその瞬間から、まだまだこれからなんですけれども収益化もできるようになりました。よく月商を発表している方を見かけるんですけれども、月商と月収は全く別物なんですよね。月商というのは売り上げのことなので、例えば月商100万円というのは100万円の利益というわけではありません。商品の売り上げが100万円ということで、そこから仕入れ金額とか経費など全て差し引かれた残りが利益になります。なのでこう月商100万円というだけでは、月収は30万円かもしれないし10万円かもしれないし、そこはわからないんですね。でそして月収というのは純粋に手元に入ってきた利益のことです。ちなみに私が月収135万円を達成した月の月商はざっくりなんですけれども350万円ぐらいです。正直言うと私にとって月に100万円という収入は未だにやったと思うくらい大きいですし、まだ毎月連続して100万円以上は稼げていません。私も個人でこうビジネスをやっている人間としてはまだまだ発展途上なんですけれども、人によって目指したい月収っていうのは違うので、私くらいのこう月収を在宅ワークで得たいなと考えておられる方もたくさんいらっしゃるかと思うんですね。それでも自分にはできないとこう最初から決めてしまって挑戦すらしないという人はたくさんいます。今こうやって私のビデオを見ていただいている方も、この人はそもそもスイスにいるというだけで自分とは全然違うというのこう結論を持っている方もいらっしゃると思います。実際私も大人になるまで日本を出たことが一度もなかった人間なので、外国に行くなんてもう宇宙に行くかのようなものだと思ってました。で自分が知らない世界というのはどんな世界でももう壮大に思えてしまって、なんか自分には届かないように感じてしまいがちです。でもその世界を知り始めると、こう無限に思えた地点までの距離が急に見えるようになるんですね。でそれが見えたら、あとはそこに突き進んでいくだけです。ただ一つ最初の行動を取るというその勇気を持つことが大事なんですね。皆さんも知らず知らずのうちにそういう経験を今までの人生の中でされてきていると思います。例えば中学とか高校の部活です。でこうたくさんの選択肢があって、キラキラ輝いて見える先輩に憧れて
入ったりとか、未経験でも自分がやってみたかったことを選んでこう入るという人もいると思いますし、部活は義務ではないのでもう入らないという選択をしたという人もいると思います。部活に入ると決めた人はきっと入る前に入った後の自分をいろいろと想像したのではないでしょうか。そして入った後にいいことも悪いこともこう入る前の自分には想像もつかなかったこうドラマがたくさん待ち受けていたと思います。このドラマは部活に入るという選択をした人しか見ることができなかった部分なんですよね。スタートしなければ見えないというのはまあ当然のことで、スタートしてみると試合に勝ちたい、コンクールで金賞を取りたい、全国大会で優勝したいと、まあ、それぞれの目標が明確になり、そこまで自分が何をどうしていくのかがこう見えてくるんですよね。在宅ワークにしても同じことです。でまずはスタートしてみれば見えてくることがあります。私は人生何においてもやらない後悔は一生続くけれども、やった後悔はその場限りという考えをモットーに選択をしてきました。実際在宅ワークをしたいと思って調べ出した頃にはいろいろな美味しい話に飛びついて失敗したこともありました。でその時はもっとちゃんと考えてればよかった、お金を払わなければよかったとか、まあ、後悔したんですけれども、今になって当時の失敗っていうのは全て経験になっていて、いろいろな方にアドバイスを差し上げるのにそのエッセンスになりますし、むしろ失敗していてよかったなと思うようになりました。でビジネスにおいて一番大きな決断はやはり物販を本格的に学んで始めると決めたことだったと思います。で始める前に独学で学んでみたんですけれども、結局仕入れ判断に自信が持てずに仕入れが怖くなってしまったことで月に1万円も稼げなかったので、まあ、教えてもらって安定的に稼げるようになりたいと思うようになったんですね。で実際こうやって独学でやってみたことでそれがいかに難しいかということが見えてきたという部分もありました。行動しなければ何も始まりません。であなたはもし毎月50万円の収入が安定的に得られるようになったら何をしたいですか？生活はどのように変わりますか？私は未だに無駄遣いはしないですし、必要でないと思うものは買いません。で子供に理由なくおもちゃを買い与えるということもしません。でも生活は大きく変わりました。家族で毎年海外旅行ができるようになりましたし、スイス移住の夢が叶って日本に帰りたい時に帰ることができる余裕があります。今年はコロナでちょっとそういうわけにもいかなかったんですけど、以前はスーパーで買うもの一つ一つの値段を気にして安く買えたもので献立を考えていたんですけれども、今ではお肉屋さんとかお魚屋さんで新鮮で美味しい食材を好きな時に買えるようになりました。でももしあの時物販を始めていなければきっと私は今頃日本のスーパーでレジ打ちのバイトをしながら毎日を忙しく過ごしていたのかもしれません。いざ教えてもらってもこう始めてから難しいなと思うことはもちろんたくさんありましたし、失敗もしました。それでもビジネスはこう一度の赤字を見るのではなく、こう全体の黒字を見るっていうことを教えてもらって、で初月は5万円、2ヶ月目10万円、3ヶ月目18万円とこう利益を伸ばしていって安定して20万、30万と稼げる時期を経て、それで外注化してからは50万円から70万円、そして事業を広げてからは100万円以上の収入を作ることができるようになりました。でここに来るまでが簡単だったとは言いませんし、もちろん私自身努力したんですけれども、もともと飽き性でスキルもなかった私がなぜここまで続けられたかというと、やはりお金を稼いだら何をしたいかというところが明確で、さらにそれに向けて利益が出ていくのが目に見えたということなんですね。ゴールが明確になっていない状態では自分がどれくらい何を頑張ればいいのかっていうのが定まらなくなります。例えばなんとなく副業で稼ぎたいなと思っている人と、毎週家族で外食に行くために月5万円稼ぎたいと思っている人が、最初の1週間で1万円の利益を出したとしましょう。なんとなく稼ぎたいなと思っている人は、初めてなのにもう1万円も稼げたと満足して、でこんな感じで来週も稼げたらいいなと思うかもしれません。ですが月5万円とこう明確な目標がある人は、残りの4週間も同じ利益を出すためにはどうしたらいいかというところを考えます。たまたま最初に売れた商品が高単価だったのだが、同じ利益を出すために仕入れ商品を増やしたり、販売のタイミングを考えたりしなければ2週目も3週目も継続して同じだけの利益というのはまぐれでは出ません。ですがゴールさえ明確であればあとは行動をとっていくだけです。
で、何をすればそのゴールに近づけるのかはまず始めれば見えてきます。私は今月収100万円をキープするというところを目標にしています。そして次の夢は、自然がいっぱいある場所に家を買うこと。時給900円で働いていた私と比べると夢も大きくなりました。でも今も行動を取り続けていくことで、必ずこの夢もいつか叶う日が来るだろうなと思っています。私の LINE アットでは、私がここにたどり着くまでに行ってきた在宅ワークについて有益な情報をお届けしています。叶えたい夢があるという方はぜひ私にも LINE でその夢を教えてくださいね。個別でアドバイスさせていただきますので、こちらからお気軽に友達登録してみてください。 YouTube では引き続き在宅ワークに関する動画を中心に、海外生活や旅についての動画も配信していきます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。